都心線直通。次特急は甲子園です。途中菊名と武蔵小杉と10番まで客室と一緒に乗り換えたいと思います。スタンド乗務員、電子は加藤、車掌は野口です。走行中は揺れますのでご注意ください。
電車運転と時刻変更のお知らせです。豊子線では東京都のディザニスプロジェクトと連動し、今月9日から20日までの平日朝6時台に臨時列車ディザニス特急を運転いたします。また臨時列車運転に伴い一部の列車で時刻を変更させていただきます。詳しくは駅のポスターや当社ホームページをご覧ください。原稿っていうかレジュメみたいなのが送りました。
分ずつ、最初10分ずつその 編集員の人がお話をして、で30分の3人、30分で、その後30分ずつ私と前田先生が、であとなんか討論で、お互いに討論されるんじゃないですか、2人で。2人でじゃなくて、編集員の先生との討論。ああ、そんな感じなんですか。うん、あともちろんいらっしゃった方と、そんなもんですよ。やっぱりそんなもんか。え、京都の場合も法学部だった。
もし、もし万が一してたら分かんない、文学部の可能性はあったでしょうね。あった、それもあった、あった。やっぱりあの桑原みたいな感じがね、すごく魅力的に思ってましたね、僕みたいなね。憧れもあったのね、私学に対する憧れみたいなのもあったかもしれないですね。まあまあ、まだ僕はね、まあ、高校生なんですけど青いですからね。いやいや、今日ね、あれがあったけど、あの、しゅうこちゃんが1年生のよくあのこと、1年生だから言えるんだね。1年生だから言えるんだ。あとは丸山の中に山って言葉に対する憧れみたいなのはあるんだな。それはまあね、うん、だからその、あの女性言葉は丸山の憧れが投影されてるなと思って。だから売れないしの差別でしょ。いやいやいや、そう、紅茶を入れさ、当然のように紅茶を入れさせてるじゃないですか。そうそうそう、まあそういうもんですよね。フィクションの世界。うちの神さんがね、何かを読んで、何か対談の中何かを読んで、本能的にアークの人は女性差別だと思ったらしいさ。まあそうです。我が家ではね、それ以後丸山は評価つきました。まあ憧れの裏返しながら難しいよね。女性高校ですからね。いやいや、だから木田さんの後那須さんがね、うん、あの組織委員会の会長をやってたんですよ。それは何、あの当然の現役のまんま、会長のまんまやってますね。あ、夢のまた夢みたいな世界でしたね。
名誉教授のあれをなんか証明書おめでとうございます、それをもらいに行く、あ、そう、おめでとうございます、いや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 、あ、じゃあなんかセレモニーみたいな、そう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 、泊まる、あ、あの式は明後日、あ、じゃあ明日、うん、前夜祭みたいな、いやいやいや、あの楽だから前に行った方が、ああ、ホテルだから、じゃあ向こうであの、中の人と集まってる、いや、うん、いや、もっぱら、うん、あの土曜日のからなんか原稿書いてからそれを読む練習をするとか、まあ、重なる時は重なるんですね、いろんなことがね、そうですね、本当にそういうもんでもないですよね、そうですか、おめでとうございます。で、何名かの方と20人かな、あれだね、結構ね、やつの学部があるから一つから2、3人なんですよ、あ、そんなところになるんですかね、早いんですね、早いんですね、その年のうちに、え、っていうか遅いんじゃない、遅いんじゃない、遅いんですか、なんかくれるなら4月中にくれてもいいような気がするけど、いや、何年か待たされるようなケースが、あ、そう、それはよっぽどなんか帝国であるからね、昔あったようなそれまさに、また1年生から始めたんだけど、そうそうそう、そういう音がするんですけど、今の時代だからね、90歳の方もね、おられるんでしょうからね、まもなく渋谷です、新宿三丁目。
Arriving at Shinjuku 三丁目 N13. The next stop after Shinjuku 三丁目 is Ikebukuro.The next stop is Ikebukuro.
は通勤急行です。次は小竹向かい原に止まります。 The next stop is 小竹向かい原。
stop is 地下鉄赤塚 F3。
です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。東京メトロをご利用くださいましてありがとうございました。ホームドアにご注意ください。出口は左側です。Arriving at Wakoshi F1, the last stop.2番線の電車は終点でございます。